まあ毎回同じパターンですけれども、本当に贅沢だなって思うのは、まず結果もしっかり、まあしっかりとは言いませんけれども、まあまず、まあ、メダルは取れたっていう点と、あとはまあ、自分の中で手応えがあったっていう点で収穫がありつつ、そして、悔しさ、その練習への意欲というものをまたもらえたので、本当いい経験させていただいたなと思います。まあ、次の世界選手権に向けてですけど、まあ、どういうまず手を打っていく考えですか。まあ、強い恐ろしい男が一人また増えてきましたのでそうですね、もちろん姉さんは素晴らしいなって思ってましたし、まあ、宇野選手もループ決めたということで、僕まだ見れてないんですけど、まあ、でも練習で決めてるところ見てたりとか、やっぱり非常に頼もしいとともに、非常に何だろう、ありがたいなっていうふうに思ってます。うん、ただね、今までは、まあ、自分の演技出せれば、まあ、ある意味勝利が見えるっていう形だったけど、これはもう本当ワンミスが命取りみたいな世界にちょっと入ってきたんで、さあ どうするんだろうなっていうのがちょっと僕なんか思うところですけど、まあ、自分の演技イコールノーミスなんで、僕の中ではしかもただノーミスじゃなくて、完成された質のノーミスが僕の中では自分の演技だと思っているので、言ってみればそれをやったら誰も叶わないと自分の中では自負してますし、その自信を過信にならないようにさらにさらに突き詰めて練習していかないとなというふうに思いました。今日の、まあ、構成変更みたいなのはやっぱり準備はしている？してないです。いつも？あ、してないです。初めてやりました。アドリブです。でも、まあ、あれは点差と今の状況の中で、や多分その時にとっさにどんどん変えておこうっていうことの考えだと思うんだけど、はい、それやっぱり次ももしかしたらそうなるかもしれないっていう。どうですかね。いやでも猿子飛べればそんなことは絶対起きないですし、言ってみれば僕は4回転トーループの加点をたくさんもらうよりも絶対トリプルアクセルの加点をたくさんもらって、言い方が良くない、僕は4回転トーループの質よりも、自分の4回転トーループの質よりもトリプルアクセルの質の方が絶対いいと思っているので、そういった意味では4回転トーループで冒険するよりもトリプルアクセルの質をさらに上げて、で後半で2本入れるっていうことが、まあ、一番かなというふうに思ってます。まあ、それがまあ今回やってみてもやっぱりまあそうだなっていうふうな。そうですね、もちろん、4回転トーループ後半に2本やってみての感想としては、あ、同じジャンプって簡単だなって思いました。やっぱり疲れてる状況の中で違うジャンプの注意点と、感覚を、照らし合わせるって難しかったんですけれども、同じジャンプを飛ぶことで疲れてても1本飛べれば、あ、次も飛べるっていうふうに自信になるなっていうふうに思ったので、まあ、これからの練習方法も含めて、いろいろ考えていけたらなというふうに思いました。まあ、その練習方法、まあ、すごくみんなね、いろんな練習方法を試してきてるっていうのも、はい、まあ、取材してる中で見えてきてるんですけど、うん、まあ、羽生式の練習っていう意味では今一番こう手応えを感じてるというか、まあ、このやり方っていうのもなんかあったりする？とにかく短時間集中ですね。やはり4回転こうやってたくさん飛ばなきゃいけない状況で、やはり後半にやってたりすると回転足りなくなって怪我をしてしまうリスクとかもあると思います。ただそれはやはり集中しきれなくなってきたりすると起きるミスだと思うので、その体調管理だとか、怪我のリスクの、追い方とかそういったものを考えながら、短時間で効率よく練習するっていうことが、まあ、僕は一番合ってるなというふうに思います。まあ、まあ、聞くまでもないんですが、まあ、目標、どういう世界選手権したいと思ってます？もう先ほど言った完璧な完成されたフリーの演技を目指してやっていきます。そのための練習方法も少し今回つかみかけたものもありますし、今回の試合期間は言ってみればフリーが最終日にあったので、言ってみればいろんな選手の練習方法を見ることができたり、まあ、飛び方だったり刺激をいろいろ受けたので、まあ、それも含めて、これからの自分 そのスキルアップっていうものも考えていけたらなと思います。やっぱりここでの今日のこともあるし、まあ、2年間のこともあるからね。はい、もう四大陸もう銀メダルばっかりなんでもう本当に富士山的に申し訳ないんですけどでもこの銀メダルは前に取った
メダルよりも非常に多くのことを得られた銀メダルだったと僕は思っているので、これをまたさらに生かして、その後にさらに磨いていって、で最終的にはまた1年後ここで金メダル取りたいなって思ってます。